アジョキューです。今回はですね、コールオブデューティーモダンウォーフェア2のキャンペーンモードだけ先行してできる状態になったんでやっていこうかなと思います。アダル連邦共和国のアルマズラの爆撃ミッション、アルマズラでの偵察任務にて、ゴースト、シェパード、ラズウェル、シャドウカンパニーは重要ターゲットを排除すると。一応ね、一瞬だけ入って、まあ、画質設定の調整とかはしたんだけど、まあ、ほぼほぼやってないから、マジ始まって5秒ぐらいしかやってないから、実質初見だよ。一応キャンペーンモードはね、俺 BO4 から COD やってて、 BO4 はキャンペーンモード一切なかったんだけど、それの次のモダンオフェアとかからは一応全部やってるんだけどね、キャンペーンモードマジでおもろい、めっちゃ好きだわ。なんかストーリーもいいし、こう特殊な銃撃戦とかもちょこちょこあってね、え、キャンペーンモードおもろいやんみたいな、過去作買ってやろうかなって思うレベルにはおもろかった。で、そう、オープンベータはさ、こうやってこう飛び込みがあったんだけど、スライディング確かなかった気がするんだよね。スライディングあったっけ？いや、あった気がすんな。わかんねえ。スライディングキャンセルがないだけか。まあいいか、そんなことはどうでもいいか。多分スライディングキャンセルとかそんな重要じゃないしな。何が見える？スポッタースコーム、スコープ。何を見ればいいの？車？車を見ればいいのか？人を全部見ればいいのか？え？そうした人員、あ、全部見ればいいんだ。ロシア製だ。ロシア人はゴブラにと何を企んだろう？イランへの供給、武器の取引だ。シャドウは。マジ COD さ、いつもロシア敵じゃん。なんかロシアから一回批判受けてたよな。なんかロシアがいつも悪者だみたいな批判受けてたよな、こいつら一回。え、ごめん、なんて？何しろって言われた？これ降りれる？これ。ゴースト、スコープでゴブラニを探せ。あ、コーブラニとかいう。そうした護衛が VIP を一人。こいつか。ロシア人は嬉しそうだ。ロシア人は嬉しそうだ。こいつを殺せっていうミッションかな。で、何をすればよろしい？降りていいの？これ降りれる？これ。え、断崖絶壁なんだか。見とけばいい、とりあえず。ゴースト、ゴーブラにだと確認できるか。ゴーブラに将軍を発見。了解。このぼやけ具合でようわかるな、お前。影武者だったらどうする？ラジャー指揮官。ゴースト、そこは目標にかなり近い。ミサイルの威力を考えると。了解、大丈夫だ。巻き添え食らっちゃうの？もしかして？全部隊へ、シャドウワンだ。え要人一人殺すためにミサイル？なかなかぶっ飛んでるな、こいつら。え、そんな軌道を描きますかね。ちょっと SF すぎん？ SF チックだよ、そのミサイル。あ、俺が操縦すんの？ミッションに戻れてないやねん。あ、このあれか、高度を上げるとバレちゃうから、対空ミサイルで落とされちゃうから、対空ミサイルっつうのかな、対空されちゃうから、これでこの低軌道のままあいつのところに突っ込めっていう話。むずくない？当たったの？ああ、結果オーライ。ゴースト大丈夫？これ絶対衝撃波でうわーって押されると。いや、すさまじいよ、お前ら。なんかロシアをボロクソ叩く割にはお前らやってることがやばいよ。え、爆撃ミッションやらかしすぎだろこれ。マジで言うてんのか。入れ。ラズウェルか。シェパード将軍。顔に書いてあるぞ。戦争か。まずあなたにと。もちろんだ、ラズベル。話してみろ。ゴーブラニの副官を割り出しました。ああ、なるほどね。上をやっても副官がまた登ってくるよと。上から順々にどんどん逆だるま落とし方式でぶっ殺していこうと。こいつら結構やることえげつないね。情報も。野心家だな。危険人物です。ゴーブラニへの報復を望んでいる。何か企んでいます。イランにいては手が出せん。イランにはもういません。今はアルマズラに。なんだってアルマズラなんかに。それを知る方法は一つだけ。ならば捉えよう。いつです？今は何時だ？今日から？お前らマジか、すごいな。人選は行動力の化身じゃねえか。5分後に離陸だ。ラジャル、海兵隊が到着した。お前と軍曹がこの辺を指揮しろ。すごいな、この 軍隊。大船に乗った気でいてくれ。ソープ、あ、こいつのコーリングカードみたいなのがもらえるらしいよ、これクリアすると。冗談だろ。
ゴースト、聞こえたか？イエスサー。問題でも？ありません。アウト。何？仲悪いの？お前ら。にある敵陣を強襲する。アルカターラが渓谷に集まっていると情報があった。奴らは何かを守っているのだろう。監視映像で3つの建物を守っていることが分かった。ハッサン少佐は中に隠れているはずだ。ゴーストとソープが海兵隊特殊作戦コマンドを指揮してハッサンを捕らえる。ヘリで2つのチームを運び、標的付近の別々の地点に送り込む。ブラボーチームは家屋1と2を相当し、アルファチームは家屋3を担当しろ。俺は何チームだ？実行権限を与えるが、ハッサンは尋問の。あ、生け捕りスタイルか。これめんどくせえな。マジ FPS ゲームのさ、あいつやつを殺すなスタイル結構むずいんだよな。頼んだぞ。さてさて、ゲームがなぜかエラー落ちしてちょっと再開したんだけど、結局なんだっけ、ハッサンを生け捕りにすりゃいいんでしょ。だから周りのやつを全排除してハッサンを捕まえて持ってこいと。めんどくせえな。いざとなったら生死は問わんって言ってるやん。あ、これ多分あれだ、連れてこうとしてストーリー的に殺すスタイルだわ、おそらく。勝手な予測だけど。このゴーストはソープと仲が悪いの？だから仲が悪いことはないか。冗談だろとか言ってたのは何なんだろうな。いや、視界悪い。ブラボーチームを展開、第二着陸地点に向かう。これなんだ、ライフライン、ライフラインじゃねえ、マックスマンかなこれ。なんでライフラインって言った俺。左側のゲージ何？明るさのゲージか。そういえ、レイザー1は狙われている。来るぞ、フレア放出。ああ、狙われてるわ。あ、レーザー1ってあれか、戦闘機か、戦闘機かヘリか、そこら辺のやつ。止まれって言われてる。ごめんなさい、止まります。これ敵？味方？味方だな。めっちゃ咳込んでる。負傷者多数で行動不能。こちらは家屋1に移動する。耐えてくれ。ゴースト、墜落地点の安全を確保すべきだ。まずハッサンを片付ければアルファへの攻撃も手薄になる。次に墜落地点の確保。ゴースト、お前その仮面取らない。絶対邪魔だよ。行くぞ。絶対邪魔だよね、お前のその仮面。仮面の上から暗視ゴーグルつけてんのシュールすぎだろ。あ、サブマシンガン持ってるわ。進め。どうする、突入すんの、行っていいの。あ、お前がハンマーで行く。スレッジじゃないかい。相当しろ。え、これ弾当たってる感覚な、弾当たってる感覚クソないんだけど。あれ、敵もう2人ぐらいいたよね。味方がやったのか。2回もクリアしてくれてるわ。向こうの敵はいないのか。いるわ。これなんか弾当たった感覚全然ないんだけど、どうにかならへん。なんかもうちょっとヒットストップというかね、ヒットマーカー的なの欲しくない？向こう行っていいかい？家屋に行くよ。RPG で攻撃。敵なかなか激しいね。これ乗れるか？乗れねえのかよ。入り口どこ？隊列を組めて怒られた。これ明らかにちょっと悪いことしてるな。あ、そいつ生きてる。あ、味方だ、ごめんなさい。味方撃っちゃった。ほい。窓を頼む。いや、俺中奥に入らせろ。 OK。 うわー、なんでそんなとこから出てくるの。つか、これさ、なんか特殊な、あ、味方だ、ごめんなさい、ごめんなさい。怒られた。この特殊なレーザー、アンチゴーグルの時さ、なんか変なレーザーつけてるからさ、ちょっと狙う地点気持ち悪くない？おい、早い行け、お前遅いよ。お、バカ野郎、お前撃たれた。あ、フラッシュね、なるほど。フラッシュで動けなくして、やったりやと。相変わらずむごいな。てか、初手で首ジャスってやればよくない？他に一人いる？お前死ぬのか？廊下？おい、見た来たけど、いねえぞ。カード？あ、こっち？なるほどね。こっちにもあったのか。全然気づかなかったわ。よくやった。で、何？お前は死ぬの？
君死んじゃうのこれ。あー見えるじゃない、見えなくない、全然見えないぞ。いやでもライトがあると余計に見えねえな。あーいったお前、ゴースト家屋にを確保し、お前何すんだよ。了解、墜落地点に向かうぞ。あーかわいそうな奥さんと思ったらめちゃくちゃぶん殴ってくるやんこいつ、ふざけやがって。いやプレートが食い止めた、プレートあってほかったな、ほんまな。こいつらか、ああこれで墜落地点を確保できる。自動乗り越え、うざい。ここから援護してくれ。ラジャーアルファ02ブラボー07は家屋2を確保、そっちへ向かう。アルファだ了解、近くに来い。光線に備えろ、A級が待ち伏せているだろう。アフタビッシュどこへ行く気だ。味方だ。これ味方のあの墜落したレイザーとかいうやつ。助かったぜ、生きてたのかお前ら、よかったな。俺は戦えるが弾が足りない。5人死亡、時間がない、奴らが来た、子たちに向かって銃を構えろ。オッケー、敵がいた。拾ない、狙う範囲拾ない。撃て、どこ、見えませんよ。何人いるんだ。いや見えませんよ、全く見えませんよ先輩。奴にあげてやる。いや無理だこれ見えねえ。撃て、撃てって言われても見えません。注意読み通りだな。でも窓、俺に窓ここか、こいつか。なんかヒットストップ、ヒットストップじゃない、ヒットマーカー。あーなんてこったよお前ら。敵 RPG 好きすぎんか。どの辺だ、なんかめっちゃ突っ込んできてるやつがいる。敵まあまあ突っ込んでくるやん。いった、え、どこ、おいお前近づかれてんじゃねえかバカ野郎、何やってんねん、俺が言うてきりじゃねえか。これどう打ちでも死ぬのかな、なんか敵が死んでるかどうかがめっちゃ分かりづらいんだよな。あこの辺いるな、見えねえよ、さすがに見えねえよ。終わったか、ひとまずな、子たちから目を離すな。オッケー、これ足ゴーグルつけといた方がいいな、さすがに。火力支援を頼む、子たちを爆撃しろ。火力支援、待って、この武器弾少なくね、踏ん張れよ。相談数少なくないか、ゼロセブン航空支援まで3分だ。了解した。もう3分も持ちこたえらんねえよ、弾くれ。航空支援が来るぞ。おい子たちから煙が出てる。え、スモーク、視界ゼロだ、何も見えねえ、当たり前のこと言ってんじゃねえよ。いってグレネードの砲撃だ。いってやめて、嘘だろこいつら、痛すぎだろ。やれた、こいつら爆発物好きすぎ。あ横来てる、いって弾だけもらっとこ。おいめっちゃ来てんじゃねえかバカ野郎、何見過ごしてんねんお前ら、しっかり狙えよ。何これ、センサーマインはいらねえな。あ横来た、エネミーダウン仕留めた。いい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 、最終的に何人やったかだけ教えてくれ。途中であっキルしたよーとかそういう報告いらんから、1キルじゃねえんだよ、10キルぐらいしろよ。敵兵なし、オッケー、ソープ、ね、無事か。弾がないんす、弾が残り少ない、弾はリアハッチにある、取ってこい。あそこにごめんなさい、あ全部回収したわ、ありがとう。セブン2こっちに来てくれ。ナジャ移動する。ゴースト家屋に退避した方がいい。ダメだ、ここを片付けて突き進む、ハッサンがいるならこの先のはずだ。セブン6航空支援に無線を入れろ。ラジャー待機しろ。待機しろだって。こちらキロゼロワン、攻撃まで1分だ。キロゼロワン、この先にあるものは何でも攻撃しろ、至近距離でも気にするな。雑すぎん命令雑すぎないかお前ら。注意装甲車が来るぞ。装甲車はやばいんじゃなくて、片付けろ片付けろって、俺だって頑張って撃ってるけどよ、相手は装甲車だぞ。
運転席が見えてもしない限り。待って待って、あれ走行車ですか、戦車じゃね。なんか砲弾持ってるか。1,2,3,4,4 はやったけどまだ乗ってるかな。あ、ナイスナイス。あれ死体か。おい、なんか走ってるやついる、なんか走ってるやつ。あ、走行車が邪魔で、トラックが邪魔で敵を一人見逃しました。なになに、味方邪魔だよ。キロゼロワン、命中だ。グッドヒット。あ、味方がやってくれたのか、なるほどね。痛いもんだ。オールクリア。ほんまか。あたりに敵有なし、アシストに感謝する。オールクリアの判断雑じゃない。キロゼロワンは旋回飛行に移行する。セブンシックス、死傷者搬送のためにヘリを投入しろ。はラジャー、切り替えていくぞ。まだハッサンがいるんだ。いやマジでそうじゃん、ハッサン見逃してね。そう、とっ捕まえようぜ、とっ捕まえようぜって。お前らカオクにハッサンいなかったのかよ。出発だ。奴らは俺たちをおとりにしたんだ。物資も豊富だし。なんでそこそんなガタガタしてんだ。ハッサンの、ここの足元なんでこんなガタガタなの。あんたが正しかったようだ。なんでこんなガタガタなの足元。これバグじゃない、これさすがにバグじゃない。ガタガタ好きなすぎなんだが、おかしいよねこれ。ダッシュするとすっげえカクつくんだけど。何事、何も見えな。暗視ゴーグルなしだと終わってんな。航空隊はまだ残してある。待機させろ、これより突入する。ラジャ、家屋3を視認した。そこが目標だ。ハッサンがいるかもしれん。ね、みんな足速くない？俺がさ、バグでガクガク鳴ってる間にさ、お前らは普通に走れるかもしれんけど、俺のバグも治ったけど、急に止まるな！びっくりするな！狙われてないですか？セブン、屋上にスナイパーがいる！バカ野郎！ソープ、スナイパーをやれ！残りの者は伏せていろ！いって！軍曹、お前を狙ってるぞ！まだ撃てないのか？これ偏差打ちどんなもんですか？スナイパーダウン！これ偏差値ない、もしかして。ど真ん中に行ったぞ。それともゼロ点調整だっけ、ゼロイン調整が勝手にされてる系。まだいるよな、あれか。痛い、当たらないんだけど。知ってるよ、3人やったよ。めっちゃ狙われてないですか。こいつらマジであれなんだな、偏差値ないんだな。ほんまそれ。痛い。ゴースト、ハッサンが中にいるかもしれないんだぞ。いいよ、やっちゃえやっちゃえ、俺たちが死んじゃうんだ。攻撃しろ、だが破壊するなんてなかなか雑な命令だな。おい、この軍隊の指揮官はどいつだ。ザバー見ろって、お前何を感情に任せて動いとんねん。感情を押してる。おお、激しいな。これハッサン死ぬだろマジで。なんであいつ生きてるんだよ、これで。死体しか残っていなかったスタイルにならない、これ。情報は何も得られなかったぜ、みたいなね。自動乗り越え、邪魔だな。消そうか。航空支援に感謝だ。ほんま、それ。もう、ぐちゃぐちゃの死体しか残ってねえだろ。この方が見つけやすい。ブラボー確認。見つけやすいとかあるか、お前。トープ、離れるな。ごめんなさい、ごめんなさい、ごめんなさい。先導してくれ。ハッサンを探すぞ。生死は問わない。諦めちゃったやん、ハッサンの生死。生け捕りする言うてたのに。危ない、フラグだ。あ、なるほどね、あいつ爆弾持ってこっち来たんだ。侵入する、1階だ。死体を調べろ、ハッサンか確認するんだ。敵を倒した。ショットガンもらってこうぜ。援護さん邪魔だよお前。いや、HBT はいない。びっくりするな、もう。いや結構ね、びっくりするんですよ僕これ。ビビりだからさ、このホラーでもなんでもないただの FPS ゲームでびっくりしちゃうんですよ。つかボロボロすぎん？ちょっと派手にやりすぎただろこれ、反省しろ。一階に押し入る。びっくりした、もう味方かよ。二階へ上がる。二階へ進む。生きてるじゃん。次これハッサンのあれか、録音か。おい。
キル入れていく。敵が2人いる。ハッサンじゃない。ハッサンじゃない。ほい、クリア。ハッサンの痕跡だろ。クソがよ、やっぱ偽の情報を捕まされたんだよ俺たちは。何しとるん。わっ、あ、まだいるのね。一人始末した。わーい。え、その穴から撃ってきた。あいつなかなか人間チックなことするね。一人始末した。いってーよバカ、何すんねん。あれ、さっきあの穴から撃ってきたやつは、あ、なんかある、なんかある。なんですかこれは、重要文書ですか。なんでこんなもの置いてんですか。ハッサンのユニフォームだ。てかこいつあれなんだな、無線マウス使ってるぐらいなのに紙でやり取りするんだな。味方を助けたのが間違いだと。そいつは結果論だ。村坊確認、こっちに何かいるぞ。すぐに行く。結果論、なんか使っとけばかっこいい雰囲気になる言葉ランキングだわ。ハッサンがいないな。 M16 あるじゃん、もらっていこうぜ。奴らは何を守ってるんだ。いい質問だな。いい質問だなに答えはねえのかよおめえ。な、何しとる君、早く言って。さっきクリアしたでしょその辺は。何があった。倉庫だ、ドアが開いてた。中から物音がしてる。なるほど、ハッサンですか。あ、待って、これ何もついてねえ。あ、いや、レーザーついてるわ。レーザー、あ、やめて、びっくりした。あ、フラグの音した。 M16 これバースト銃か。まあ深掛けでもバーストだから黙って。めっちゃいるじゃん。マジ視界悪すぎて何も見えねえんだが、これこのゲーム何も見えないんだが。そしてこれスコープがないの、ちょっとやらかしますよ。見えないねこれね。そして俺の味方はどこに行ったの。みんな死んじゃったの。あ、え、これ敵、味方、敵だ。あ、プレートつけてんのかこいつら。ヘルメットのアイコンかなと思ったら、アーマープレートか。やったかいね、これマジでまぶくない。オールクリア。これどうしようもないのかな。設定でどうにかなる。アバ君、この倉庫は情報にはなかった。もらっていくか、74U。なんでこいつらロシア兵はアイアンサイト使わねえんだよ。え、ちょ、き、あ、き、あ、あ、は、早く入って。早く入って。あ、俺が調べるのそっちか。すいません。これ中からボーンじゃないの？違ったわ。こいつは一体。ミサイルじゃん。全部英語だ。なんでお前何も考えずに起動したん？アホなの？発射機だ。1000万円は飛ぶぞ。少なくともな。イランは一体どうやってこんなもんを。セブンシックス、ラズウェルを呼び出せ。ラジャー、スタンバイ。ブラボーセブンシックスチャーリーからウォッチャーワンへ。音を。こちらウォッチャーワン、どうぞ。ラズウェル、すごいものを見つけたぞ。いや、ほんますごいよ。ハッサンなんでしょうね。ゴースト、これを見ろ。ゴースト、ハッサンは見つけたの？いや。だが兵器を見つけたぞ。ハッサンはミサイルを持ってる。アメリカ製のな。ああ、なるほどね、内部に裏切り者がいますよみたいな。繰り返す、ハッサンはアメリカ製のミサイルを持っている。内通者がいるんか、面白いじゃないですか。よし、部屋を開けろ。全員部屋を出るんださあ。強引だな。アメリカのミサイルがイランの手に渡ったぞ。ミサイルは A 級の支柱にあります。ハッサンはハロウィンよろしく我が国の弾道ミサイルを配りまくったというのに気づかなかったのか。イランは責任転嫁するでしょう。責任転嫁がなんだ。イランは関与してる。流出したミサイルの数と奴らの目的を知らねばならない。ハッサンはおそらく運び屋を使ってます。ならその運び屋をお前が突き止めるべきだとは思わないか。私のチームなら2時間あればミサイルに関わったものを洗い出せます。ほんまか、自信かすぎん。将軍、原因を突き止めましょう。
これは諜報側の失態だぞ、ラズウェル。戦略的な対応はできない。あそこには日の出までに500人の敵兵が集まるだろう。時間との勝負になる。ああ、なるほどね。先にまずぶっ壊せと。ゴールドイーグル指揮官からゴーストへ、チームを動かし攻撃を要請しろ。兵器を破壊するんだ。ラジャー指揮官。アムステルダム。アムステルダムとこの件に関係が？密輸の拠点です。警備が甘く敵の内通者がいる。内通者がいるの分かりきってるんかい。大尉です。彼は今も AQ の工作員を追っています。あ、こいつ見たことあるぞ。やっと今日初めてのいい知らせが聞けた。出た、いい知らせ悪い知らせ。私が処理。アメリカンチックなんだよな。現場に戻ると、この手でやりたいので確実に。全く同感だ、ケイト。ハッサンは必ず人目を避けて連れてくるんだ。いいな。それまで他言は無用だ。もちろんです。さあ。いいな、このブリーフィングのムービーめっちゃ好きなんだよな。かっこいいよな。普通にアメリカの映画見てる気分だもん。到着時刻は1時間以内。そっちの現在地は運河だ。橋の下でボートを見張ってる。ミサイルコンテナを運んでる。いや、これは違う。手がかりがつかめるといいけど。また連絡する。これ絶対見つかってるだろう。ギャズ、用意、行けます。あと追うぞ。これ見つかってないわけあるか。さすがに見つかるくね。おお、すごい、すごく大変やん。